6月8日、諸村労働党中央委員会第8期第5回総会拡大会議が招集されました。敬愛する金正恩総書記が臨席しました。諸村労働党中央委員会政治局常務委員会のキム・ドクフン、チョイ・ヨンウォン、チェ・リョンヘ、パク・チュンチョン、リ・ビョンチョルの各委員と、諸村労働党中央委員会政治局委員委員候補、諸村労働党中央委員会委員委員候補が参加しました。党中央委員会の各部署の人たち、各省中央機関、老朽指導機関と、市、軍、重要工場と企業の責任者が、オブザーバーとして参加しています。党中央委員会政治局委員で執行部が構成されました。諸村労働党中央委員会政治局の委任により、金正恩総書記が会議で司会しました。総会は上程された議案を全会一致で承認しました。総会拡大会議は議案の協議に入りました。諸村少年団第8回大会以来の5年間、生徒たちの間で金日成少年栄誉賞と金正恩少年栄誉賞の受賞者が多く輩出しました。勉学と少年団組織生活、社会政治活動と良いことをする運動で模範を示した1030人余りの生徒たちが金日成少年栄誉賞と金正恩少年栄誉賞を授かりました。諸村の防疫及び保健医療部門で悪性ウイルス伝染病の検診と検査、治療をもっと科学的に迅速かつ正確に行って防疫状況の安定的な形成を保っています。中央市場防疫部門では部門別の研究チームで悪性伝染病の治療経験を多角的に分析し、防疫での長所と短所を探し出して対策を講じることを防疫能力強化の主な方途の一つに捉え、気合を力道的に行っています。全国的範囲で発熱者を漏れなく掌握した上で悪性ウイルスの感染移管を正確に究明するための検診と各種検査の科学化水準を高めています。最適化した治療方法と治療戦術の研究を深め、発熱者の全快率を絶えず高めています。保健医療部門で悪性ウイルスの潜伏期と伝染病の臨床症状、薬物反応状態、経過期日、重症化率など疫学的、臨床学的特性を細かく調査分析し、治療ガイドを補正しています。全国的範囲で感染者と感染の疑いのある人を治療する過程に撮影した治療予防期間の画像データを総合して、悪性ウイルス伝染病の診断と治療の迅速性と科学性を保証できる画像診断支援システムが急ピッチで開発されています。まちまちの後遺症に対する科学的な正義をつけ、症状に従う薬物の選択と使用方法、自宅治療及び看護の諸問題の確定も積極化しています。中央衛生防疫所を現代化・情報化した防疫拠点に作り、各級衛生防疫部門に最新検査設備と手段を補充し、すべての地域を悪性伝染病の監視と摘発、検査と治療などの統制・管理能力を持つ防疫の砦に作るための取り組みが計画的に推し進められています。国家市場防疫司令部の通報によりますと、6月7日の18時から6月8日の18時まで全国的に5万860人以上の発熱者が新しく発生し、6万470人以上が全壊しました。4月末から6月8日の18時現在まで発生した全国的な発熱者の総数は430万4380人以上で、 97.821% にあたる421万610人以上が全壊し、 0.177% にあたる9万3690人以上が治療中です。各地の発電所で6月も
引き続き電力生産で高い実績を記録しています。平壌火力発電所と東平壌火力発電所の人たちは6月初日の計画をそれぞれ3ポイント8ポイントを上回って達成し、福建火力発電連合企業所と春城火力発電所、春城岩火力発電所では設備の稼働率と性能を最大限高めて、その日の生産計画を互いず達成しています。スプーン発電所と素動素発電所をはじめ各地の水力発電所でも水力構造物の正常管理を着実にするとともに、発電機の出力アップに計画的に取り組んで高い生産の実績を維持しています。チョンリマタイル工場で最大市場貿易の状況下でも1日の最高生産実績を記録し、大プロジェクトの工事現場に送る建材の生産に勤しんでいます。工場では各種塗料と添加剤を国内の原料と技術で開発し、それを量産できる工程を確立するなど、原料と資材の国産化を高い水準で保っています。また新製品の開発のための集団的技術革新運動を力強く繰り広げて、製品の多種化、多様化、多色化でも成果を収めています。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はオーヨンスク・シンヨンゲルでした。こちらは諸村の声放送です。長寿者家庭の喜び。人民の生命安全を最優先視する諸村労働党の恩情は100歳の長寿者の家庭にも厚く及んでいます。先日敬愛する金正恩総書記は100歳の誕生日を迎えるケチョン市クンウド第40居住人民班に住むタンホンスクさんに誕生日祝いのプレゼントを贈りました。総書記の愛情こもるプレゼントを受けたパンさんは、貿易の厳しい試練の中でも募るばかりの諸村労働党の恩情に感激を抑えきれず、総書記への感謝の念を表しました。諸村労働党ケチョン市委員会の人たちが家庭を訪れ、家族の健康と暮らしについて詳しく聞いて対策を講じ、老人を祝いました。そして諸村労働党の貿易政策によって厳しい危機が成功裏に克服されていることを話し、皆が総書記がいて貿易大戦での勝利は確定的だとの自信を持って仕事に励もうと励ましました。老人は最も優れた社会主義制度の下で幸せな晩年を送っているとし、身も心も捧げてこの制度を守るべきだと子孫たちに頼みました。長寿者家庭の喜び、高大氏とお話ししました。音楽がお好きなリスナーの皆さん、ご機嫌いかがですか。毎週木曜日のレギュラー番組お望み音楽の時間が参りました。先日諸村の声放送宛てにこんなメールが届きましたが、読んでみましょう。諸村の声放送のスタッフの皆さん、こんにちは。私は日本に住む高校生です。中学生の頃から帰局の放送を聞くようになりました。帰局の放送で流れる諸村の歌は穏やかで、時に勇ましく元気や勇気をもらいます。続けて、おのずみ音楽の時間に名前を聞かないでこの曲を流してほしいとのご要望もありましたね。はい、ではそのご要望にお答えしましょう。中学生の頃から諸村の声放送を聞いておられるという高校生のご要望、名前を聞かないで。リ・ジョンスルさんが歌詞を書き、人民芸術家の称号を受けたファン・ジンヨンさんが曲をつけたこの歌は、出生79年、1990年に創作されました。歌詞をご紹介します。1番、私の名を聞かないで、聞かないで。大したこともしてないのに、名を聞かないで。
汗してダムを築いた若者たち、名を残そうと思って遺産を建てたのかしら。だから名を聞かないで。2番です。私の名を聞かないで、聞かないで、大したこともしてないのに名を聞かないで。故郷を後にし、北国に来た若者たち、どうして吹雪ついてレールを引いたのかしら。だから私の名を聞かないで。3番です。名を聞かないで、この気持ち分かってちょうだい。心燃えるこの気持ち分かってほしいの。育ててくれた塔に忠誠尽くし、その意を輝かす一年です。だから私の名を聞かないで。ではポチョンボ電子楽団のリー・ギョンスクさんの歌でお聴きください。朝鮮の声日本語放送のリスナーである大英氏さん。はい、大英氏さんは中国人ですが、大英氏さんは5月17日付の受信報告とともにこんなリクエストを送ってくださいました。同じ周波数の全国ラジオ局と干渉し、聞き取りにくいですが、信号は良好で番組はよく聞こえます。人民はしかしか、願いは一つという曲を再生したいと思います。女性の足がもっと良くなることを願っています。では今度は大英氏さんのリクエスト曲の中から人民の祝福、この歌をお送りしましょう。リー・ジソンさんが歌詞を書き、人民芸術家の称号を受けたウ・ジョンヒさんが曲をつけたこの歌は、1905年、2016年に創作されました。はい、歌詞はこうなっています。1番、日がな一日雨風に打たれ、夜も試作にふけります。真夜中が過ぎるのに仕事は続いている。夜空、夜空の三つ星も消えかかる。2番です。皆に幸せをもたらすために疲れを癒さずに尽くしておられる。東の空が白むのにまた夜を明かす。窓辺の木の葉も静かに眠りについている。3番です。栄える国のため身を粉にしている。明るい未来を切り開いていく。夜が明けると遠くへまた旅立つの。その思いで空も赤く燃え上がる。元帥だけを信じて生きるその願い、夜も昼も民は無事を祈っています。祈っています。ではチョンボン楽団の歌声で聞いてください。
山さんのご要望にお答えして、名前を聞かないでと人民の祝福、この2曲をお届けしました。今日のこの時間に協力なさったリスナーの皆さんと、この時間を共にしてくださった他のリスナーの皆さんにお礼を申し上げます。中国の大石さんがリクエストなさった願いは一つ、この曲は次の時間にお送りしますのでお待ちしてください。では今日はこの辺で失礼いたします。リスナーの皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。またお会いしましょう。